イソプレン、イソプレン、イソプレンは、構造式 CH イコール CCH イコール CH の二重結合を二つ持つ単化水素。次元の一種。IUPAC 命名法では2メチルマイナス1、3ブタ次ンと表される。分子量68.12、有点摂氏145.95度、沸点摂氏34.067度。 室温では揮発性の高い無色の液体で、ゴムもしくは都市ガス様の周期を持つ。可燃性、因果性に富み、特に霧状で、大気中に存在すると爆発の危険がある。CAS 登録番号は、78から79から5。消防法に定める、第4類危険物特殊因果物に該当する。産業のみならず、生態物質としても有名ではあるが、場合によっては、 環境や人体に多大な影響を及ぼす恐れがある。イソプレンは天然ゴムのモノマーであり、イソプレノイドと総称される天然有機化合物類の共通構造モチーフでもある。イソプレノイドの分子式はイソプレンの倍数でありで表されるイソプレン則を参照。生物システムにおける機能性イソプレン単位は ジメチルアリルにリン酸及び異性体のイソペンテニルにリン酸である。英語の単数形、イソプレン及びテルペンは本化合物を指すが、複数形のアイサポリンズあるいはターピーンズはテルペノイド、イソプレノイドを指す。イソプレンは多くの種の木によって生産され、大気中に放出される主な生産者は多く、ポプラ、ユーカリ、一部の豆化植物。 植生によるイソプレンの年間放出量は約 600tg であり、半分は熱帯紅葉樹、残りは低木由来である。これはメタン排出量とおよそ同等であり、大気中に放出される全炭化水素の1、3に相当する。放出後、イソプレンはヒドルキシルラジカルのようなフリーラジカル、及よびより少ない程度のオゾンによってアルデヒド、 ヒドロペロキシド、有機小酸地をエポキシドといった様々な分子種に変換され、これらは水滴と混じり合いエアロゾルや塩無の形成を助ける。ほとんどの分野では、イソプレン放出はエアロゾル形成に影響を与えると認られているが、イソプレンがエアロゾルを増加させるか減少させるかについては論争がある。大気に対するイソプレンの2番目に主要な影響は、 窒素酸化物の存在下での形成に寄与することある。これは多くの国々における主要な大気汚染の一つである。イソプレン自身は植物由来の天然物の,の一つであるため、通常は汚染物質とはみなされていない。大流圏オゾンの形成はほぼ例外なく、工業活動から来る高レベルの農存在下でのみ可能である。実際にイソプレンは低レベルの農家では、 保存形成を抑えるという逆の効果を示す。イソプレンは、植物の葉緑体内で 2C メチル、エリトリトールマイナス酸経路 MEP 経路非メバロン酸経路によって作られる。MEP 経路の2つの最終生成物の1つで、ある、ジメチルアリル2リン酸は、イソプレン合成酵素が触媒する反応によって、イソプレンへと変換される。ゆえに、 ホスミドマイシンといった MEP 経路を妨げる。阻害剤は、イソプレン形成も妨げる。イソプレンは温度によって、劇的に増加し、40C 前後で、最大値に達する。このことから、イソプレンは植物を熱ストレスから防御しているという、仮説が提唱されている、口述の熱耐性仮説を参照。イソプレンの放出はある、種のバクテリアでも観察されており、これは、 ダマップの非酵素的分解によると考えられている。植物におけるイソプレン放出は、気質の可用性と酵素、イソプレン合成酵素活性によって管理されている。特に、イソプレン放出の光、CO、温依存関係は、気質可用性によって管理されているが、イソプレン放出の温度依存関係は、気質量と酵素活性のどちらによっても制御されている。 イソプレン放出は樹木が非生物的ストレスと戦うために用いる気候であると考えられている。特にイソプレンはほどほどの熱ストレス4 0 c に対して保護作用を示す。イソプレン放出は葉の温度の大きな変動に対して保護するために植物によって特に使用されていることが提唱されている。イソプレンは熱ストレスに応答して 細胞膜に取り込まれ膜の安定化を助ける。これによって熱ショックに対するいくらかの耐性が与えられる。イソプレンはまた活性酸素に対するいくらかの抵抗性も与える。イソプレン放出植生から放出されるイソプレンの量は葉の溶石、葉の面積、光、特に光合成考量した場密度、PPFD、葉の温度に依存する。ゆえに夜間は 樹木の葉からは、イソプレンはほとんど放出されないが、暑く晴れた日の日中放出は、かなりの量、多くの奥種では25マイクログラム、ジにまでなると予想される。イソプレンは、人の呼気で、測定可能な最も豊富な炭化水素である。人体における、イソプレンの生成率は1時間25マイクロメートル、オール、キログラムであり、 7 0ラムの人が1日に作り出すイソプレンは1 7ラムと推算される。自然環境、食物に低濃度で広く存在している。イソプレンは天然ゴムの熱分解によって初め単理された。イソプレンは工業的にはナフサなどの熱分解の複製生物やエチレン生産の複製生物として容易に売ることができる。年に80万トンが生産されている。 工業的に作られるイソプレンの95%はシスマイナス1、4ポリイソプレン人工天然ゴムの合成に使われる。天然ゴムはほぼシスマイナス1、4ポリイソプレンで表すことのできる10万から100万のイソプレン分子からなる負荷15体である。天然ゴム中には通常微量ではあるがタンパク質や脂肪酸、無機物などが含まれている。 天然ゴムの中には、シスマイナス1、4、ポリーソプレンの立体異性体である、トランスマイナス1、4、ポリーソプレンがわずかながら含まれているものもある。イソプレンは、生物システムにおける一般的な構造モチーフである。イソプレノイド、例えばカロテンは、テトラテルペンであるは、イソプレンに由来する。またレチノール、ビタミン A、トコフェロール、ビタミン E。 ドリコールスクアレンなどもイソプレンから得られる。ヘム A は、イソプレノイドを持ち、動物のステロール専具体である、ラノステロールはスクアレンに由来する、つまり、イソプレン由来。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。